ザスパクサツ群馬、こちらはスタメンは変えておりません。ゴールキーパーが松原、ディフェンスは金城、渡辺、畑尾、久保田の4バック、中盤は田中、内田、中山、加藤、ツートップ北川、大前という形です。そして一方の FC 町田ゼルビアですが、ゴールキーパーが福井です。ディフェンス4バック、三木、深津、高橋、土井、そして中盤は太田修介が今日スタメンです。高江、佐野、平戸、そしてツートップ中島と長谷川、アーリアジャスールという形です。一度ボールを下げて縦につけていきました。さあ右のサイド、金城、金城から狙ってきたんでしょうか。まあ、トールドレンジのシュートも持っている金城ジャスティン・トシキです。で中山から左サイド、いい形でボールが入っていく。さあここからどうするか、一度もう一度作り直します。内田で右サイドにフリーになっている金城、渡辺は縦につけて狙ってきた、思い切っていきましたね。本当に前が完全に空いてますよね。で狙いましたよね。復活で前から少しまた群馬がプレッシャーかけていきます。大前とさらには北川がこう平戸、ワンタッチでサイドを変えていきますが、このボール久保田和音が奪って、しかしこのボールもう一度拾った中島。さあチャンス、太田が裏を取っていった、平戸右足シュート、セカンド押し込めるかどうか、長谷川、アリアジャスルでした。大きなチャンスが来ました。町田今日ファーストシュート、うまくボールを奪いますよね。で前を見て、これ平戸選手もうコントロールシュートまでも狙ってましたよね。どうするか。そうですね、ただ、まあ、あの逃げてくるボールなので、速いボールで来るのか、それとも裏まで行くか。グランダーできた、おいや決めた、セカンドボール押し込みました。佐野海舟が決めました。そうですね、これグラウンダーの速いボールでしたよね。でゴールキーパー松原選手ちょっとクリアできなかったところよ。ですが日頃だとあそこに走ってくる選手はいないんだと思うんですよね。はい、日頃の練習ではああいう感じじゃないですけど、やっぱり対戦相手によってはこういうことがありますよね。さあ北川に入った、北川右足シュート、ナイスセーブ。ここはキーパーの福井光輝、流れがつながりましたね。これ、ま、金城選手からですけど、北川選手完全にフリーなんですよね。で、まあ、反転からシュート、なかなか入ってきませんよね。さあもう、はい、群馬の方は逆に小さくつないでますよね。さ中から浮き球通していった、田中俊也、そうですね、これはいい、金城選手からパスが出て、これ井田選手ダイレクトで上げましたよね。さあその中で今度はセットプレー、今度は左へ、右サイドからの、コーナーキックです。平戸の右足です。中央ヘッド、後ろから飛び込んだ、不活だったでしょうか。あのゾーンで守っているので後ろからこれ高さ完全に高さ違いますよね。そうですね。さあここから左広げて高橋ユリア、グランダー使っていって白石切り返しでスペースを作る、グランダーのクロスが入った。さあここから下げていって左足シュート、吹かした大前元気。まあ、今いい位置でマイナス見えたんですけどね。さあこのセカンドボール浮き玉、高橋その前で一度クリアをします。もう一度大前元気キープ。さあ大前、後ろから畑尾のクロス、キーパーが出る、福井。ここで試合終了の笛、最後は怒涛の攻めを見せましたザスパクサツ群馬。しかし耐え忍んだ FC 町田ゼルビア、勝ち点3は町田に入ります。ご覧の通り